米軍への入隊を呼びかけるポスター広報委員会とは第一次世界大戦へのアメリカ合衆国の参戦に向け国内の世論を誘導すべく立ち上げられた同国の政府広報機関。連邦政府としては初の専門職による広報集団であった。クリール委員会あるいはクリール広報委員会とも称される。 1917年4月14日から1919 19年6月30日にかけて国民の間に戦争への熱烈な支持を形成しアメリカの参戦をくじこうとする外国の目論みに反対する世論を追求したこの目的を成就するためプロパガンダ技術を第一に用いることとなるルイス・ディ・フランチャーによるプロパガンダポスターアメリカ合衆国の公式戦争が ウッドラー・ウィルソン大統領が1917年4月14日、政令2594に基づき設立。ジョージ・クリール及び国務、戦争、海軍の各長官から構成するものであった。クリールがウィルソンにドイツが定義したようなプロパガンダではなく、戦況という真の意味でのプロパガンダを調整する部局の設立を求めた結果とされる。 ウィルソンによる CPI への任命以前は、長年にわたりデンバーポストや、ロッキーマウンテンニューズで記者を務めており、ベーカー長官とも親交があったため物議を醸すこととなる。肉の代用食として、カッテージチーズの消費を奨励する、ポスター委員会の目的はあくまで長期的な、プロパガンダ活動を通じて、第一次世界大戦へのアメリカ合衆国の参戦に向け、 世論に影響を与えることにあった。当初こそ事実に基づく情報を用いたものの、やがては楽観的な戦況を伝える絵をはじめ、情報操作を仕掛けていく。クリールの回想によると、偽であるか証拠のない虐殺の報告を日常的に拒んだほか、わめき散らす大衆を好む国家保安同盟やアメリカ防衛協会のような愛国的な組織とは距離を置き、CBI に 中小の大合唱を慎むよう求めたという。プロパガンダ活動は、新聞、ポスター、ラジオ、電報、映画にまで及ぶ。中でも戦争遂行のために、全国の広告業者を集め、全米広告業協会の会長、ジョージ・バッテン広告社社長、ウィリアム・ H ・イチ・ジョーンズのもと、数百種の広告や看板を制作、全米の新聞に CBI の無料広告スペースを提供するよう、 圧力をかけている。また7万5千名にも上る4分人をボランティアとしてかき集め、社会的なイベントで戦況について4分間という理想的な長さを使って演説。なお4分にした理由とは、この長さが人間の集中力が続く平均的な時間とされたためである。徴兵や配給食料、戦災のほかなぜ、 アメリカが戦っているのかを力説して回っていった。終戦まで5200もの自治体で3億1400万人に対し750万回以上に上る演説を行ったと推定。メッセージはあくまで前向きなものに留め、常に自分の言葉を用いて中小の源氏を避けるよう助言を受けることとなる。1917年5月の10日間は、 同年6月5日の徴兵登録に先駆け、キャンペーンを打つ。CPI は特定の民族集団に対しても、各種イベントを行う。例えば、アイルランド系アメリカ人、テノール歌手のジョン・マコーマックは、マウント・バーノンで開かれた、アイルランド系アメリカ人組織の集会にて歌を披露。国内の労働者にも的を絞り、参戦派のサミュエル・ゴンパーズを広告に登場させ、 工場や企業には、戦勝に際しての国内の労働者の決定的な役割を謳ったポスターで埋め尽くされていく。活動はあまりにも徹底していたため、歴史化をして後年、ある中西部の典型的な過程を例に挙げ、次のように言わしめている。彼らが目にする戦況を伝える、いかなる媒体、週刊誌や雑誌、あるいは普通の店で時折手に取られる、日刊誌マイナスも、 公式に認可された情報であるのみならず、数百万人もの市民が、同じ瞬間に手に入れているものと全く同じであった。どの戦争にまつわる話も、ある方針に沿って、どこかで検閲を受けたものに他ならない。その方針とは、情報筋によると、CBI によって確立された、自発的な役割に沿って、交通機関か新聞社でなされていたものという海外。 9カ国の委員会事務所のほか、20以上もの部局を備えていた。中んず報道部や映画部はいずれも、選挙を伝える助けとするために立ち上げられたものである。また、公式官報という日刊誌も発行され、当初8ページだったものが32ページにまで拡大。革新文社、郵便局、政府機関、兵坦に配達されていく。話題はもっぱら肯定的なニュースであった。 例えば、会議員がドイツ軍に潜入取材を行い、同国に対治する配備の行き届いた米軍の映像を取り上げたのである。中でも、パーシング十字軍や、アメリカの返答、四つの旗のもとにといった三連作を公開。ただしこれらは観客に印象を与える上で、洗練されたものとは言えず、同時期にハリウッドで公開された映画に比して、はるかに見劣りする代物であった。 新聞を読まず、集会にも出席しなかったり、映画を見ない、アメリカ人にも配慮して、クリールは、絵入りの観光物を創刊することとなる。演説の際用いられた2万枚ものスライドに加え、プロパガンダポスターや漫画用に4 3 8枚のイラストも導入。チャールズ・ダナギブソンは、国内で最も人気のあるイラストレーターで、戦争の熱烈な支持者であった。クリールが、 政府向けのポスターのデザインを考案してもらうべく、芸術家を集めてもらうよう依頼した際も、ギブソンはこれを開拓。ジェームズ・モント・ゴメリー・フラックやジョセフ・ペネル、ルイス・ディ・フランチャーのほか、NCYS ら有名イラストレーターらも、戦争画を残してゆく。ある初期の出来事が、真実を誇張する、危険性を、まざまざと見せつけた。CPI が新聞社に対し、 ヨーロッパ第一陣の護衛艦がドイツの潜水艦を沈没させたという話を配信したのだが記者が実際にイングランドの船員にインタビューしたところでっち上げに過ぎなかったというのであるペンシルベニア州選出の共和党上院議員であるボイス・ペンローズが調査を求めたほかニューヨーク・タイムズに至っては CPI を誤報委員会と呼ぶ事態にまで発展 この事件によりお人よしの新聞社すら再疑心を抱かしめる結果となった。また1918年初 CPI がアメリカで初めて作られた複数の戦闘機は現在、フランスの前線に向け飛行中と発表するも、各新聞社は記事中の絵が偽物であるということを知っており、戦闘機は一機しかなく、それも未だ検査中とのことであった。CPI は、 新聞社に対する言論統制を行えたものの、その誇張が連邦議会の公聴会で非難を受けることとなる。委員会の全体的な調子も時と共に変化し、事実をもって独自の心情とすることから、ドイツ人を阻止せよ。というスローガンのような抽象に基づく動員へと変わり果ててしまう。海外へも足を伸ばし、観客向けに自身の作品をあつらいなければならなくなった。 南米では現地で経験を積んだアメリカ人ジャーナリストを軸に事業を展開。大衆に戦争の目的や活動について知らせ続けるのは基本的に記者の仕事とされたためである。その中で委員会は大衆が中央同盟国により数年間もたらされてきた戦争画や英雄譚に空いていることに気づくこととなる。ペルーでは造船所や 鉄鋼場の写真に観客が集まったり、チリでは公衆衛生や森林保護、都市計画へのアメリカの手法にまつわる情報に対する要望にうまく対処していく。読書室や言語教育を設けた国もあった。20名のメキシコ人ジャーナリストはアメリカ合衆国への旅行に帯同する。クリールは海外での活動を CBI の資金提供を管理する。 会議員の参与を得る法都として利用し、会議員の知人を短期間ながらもヨーロッパへ派遣。ただし事業計画の中には、会議員から批判を受けた者も,も少なくない。また、CPI と新聞社との関係を利用し、元新聞記者で政治的名友であるジョセフス・ダニエルズ海軍長官に、ついての集分の情報源を調査。その結果フランクリン・ルーズベルト海軍時間を、 補佐していたルイス・ハウを突き止め、大統領に突き出すと脅すこととなる。クリールはウィルソン派として、議会での批判をものともせず、ウィルソンもクリールの感情を汲み取ったのである。委員会の任務は1918年7月1日以降減少。国内での活動は、同年11月11日に休戦がなって、以後停止を余儀なくされる。1919年6月30日には、 海外での計画の終わりを迎え、議会法に基づき正式に廃止されるが、任務自体は、その数ヶ月前に完了。各種とウィルソンは1919 19年8月21日、政令3154により、CPI を廃止するに至った。委員会の記録は、国家防衛協議会に引き継がれることとなる。クリールは後年、CPI での任務についての回想録、我々は、 いかにしてアメリカを宣伝したかを交換。その中で次のように述べている。委員会は検閲機関でも隠蔽、または抑圧機関でもなかった。鉄刀鉄尾開かれた肯定的な機関であった。言論の自由や表現の自由を制限した、これら戦時法のもとで権力を模索したり行使したりすることも一切なかった。一切合切。鉄刀鉄尾、中断や変更なく、 一般的な広報計画であり、販売手腕の面で巨大な事業であり、広告において世界最大の冒険であった。我々はそれをドイツ人の手により暴力や堕落と結びつけられることになった、プロパガンダとは呼ばなかった。我々の取り組みは教育的かつ有用な情報に富んでいた。我々の場合においては、 事実の簡潔かつ率直な説明ほど必要とされたものはなかったためである。一方、ジャーナリストでウィルソンの助言者を務めたウォルター・リップマンはクリールを厳しく批判。クリールがデンバーの警察委員会に所属していた時代、市民的自由を侵害していたとして批判的な論説を寄せたことがある。名指しこそしなかったものの、ウィルソンへ当てたメモの中で検閲は 寛容ではない人物にも、抑圧の歴史という愚行の長い記録を知らない、人物にも決して託してはなりませんと記している。リップマンは戦後、ヨーロッパにおける CBI の任務について、基調としては騙されやすさが付随する全くの自慢話の一つであり、疲弊したヨーロッパに裕福な野暮点がポケットを膨らませつつも、決して歓待されずに、 街へやってくるようになったと理解させるには十分であったと批判。オンパブリックインフォメーションニュージャージーヒストリー97-1ありがとうございます。